ゴードン・マックス・ゴロープは第二次世界大戦において1938年から1945年に活躍したドイツ空軍のエースパイロットである。最終階級は大佐。27名しかいないダイヤモンド白用剣付き私鉄十字章の受訓者の一人であり、45年には罷免されたアドルフ・ガーランドに代わって戦闘機体総監に任命された。出撃回数340回。 撃墜機数150機。そのうち144機は東部戦線で記録されたものである。赤軍機の他にポーランド空軍機1機、イギリス空軍機5機撃墜。また、戦闘中にゴロップが失った両機パイロットは前線席を通じて一人のみであり、それも不足の事態による墜落で彼の責任ではなかった。ゴロップは、 航空市場で初めて150機撃墜を達成したパイロットであった。ゴロプは1912年6月12日にオーストリアのウィーンで生まれた。33年にグラーアーツの兵学校生徒としてオーストリア空軍に入隊し、翌年には飛行訓練を終了した。そして教育中隊の指揮官となる。1938年にオーストリアがドイツに併合されると、 ゴロープはそのまま中尉として、ドイツ空軍に編入された。1939年3月15日、彼は BF-110 を中心とした第76、駆逐航空団、第1飛行大隊第3中隊に配属された。1939年9月1日、ポーランド侵攻及び、白作戦が実行されると、ZG-76 は、ポーランド国境沿いに配置され、 同作戦に加わった。ゴロップは、初撃墜を、ポーランド上空で上げ、ドイツ湾の戦いでも一気撃墜の戦果を上げた。1940年4月8日、ゴロップは、ZG76 第1飛行大隊第3、中隊長に昇進する。同隊は、ベーザー演習作戦に参加しており、彼は、ノルウェー上空でさらに二機を撃墜し、エースパイロットとなった。40年に起こった。 バトルオブブリテンでは、スピットファイアを撃墜する。これが、ゴロープの西側連合軍機の最後の撃墜となった。その頃には、夜間飛行の訓練を受けており、9月7日をもって、第3戦闘航空団、第2飛行大隊に配属された。JG3 は、イギリス海峡の戦線に加わっており、ゴロープはここで、BF-109 に、機種転換をしている。10月9日、ゴロプは、 JG3 第2飛行大隊第4中隊長へ昇格した。1941年に同隊は東部へ移り、バルバロッサ作戦に参加した。6月22日に作戦は実行され、その数日後の6月27日にゴロープは JG3 第2大隊長に任じられるとともに大尉に昇進した。ゴロープはソ連空軍に対して優位に戦闘を進め、 8月中だけで18機を撃墜している。9月18日には42機撃墜という戦果に対して騎士鉄十字章が与えられた。10月には1月で37機を撃墜するという異業を達成している。そのうち9機は10月18日の1日で達成されたものであった。10月26日には白洋騎士鉄十字章を受章し、その頃には 撃墜数は85機に達していた。11月20日まで大隊長として任務を全うした後、それまでに上層部に提出してきた BF-109 の改良案に対する返答として、ゴロップは前線から引き抜かれ、レヒリンの試験部隊へと移動した。1942年3月13日から第54戦闘航空団の航空団本部府長隊に、 しばらく勤務した後、ゴロープはアドルフ・ガーランドの推挙により、少佐人間と共に42年5月16日付で第77戦闘航空団司令に就任した。JG77 の任務は、クリミア半島のケルチ海峡上空で行われていた戦闘を支援することであり、激戦空域でもあった。JG77 には、有能な戦闘機パイロットとして、ゴロップの他に、 JG77 第1大隊長のオスカー・ハインリヒ・ベールがおり、両名の指揮下において、ケルチからタマラにかけての制空権を掌握することに成功した。しかしこの間、規律励行のナチス信奉者であるゴロップと反権威主義者のベールは、ソりが合わず、互いの敵外心が激しい競争を招いている。5月20日には、ゴロップの撃墜数は100機に達し、6月23日には、 白洋剣付き騎士鉄十字章を受賞された。授与された時にはすでに撃墜数は107機にまで伸びていた。その2ヶ月後の8月29日にゴロープは150機撃墜を達成し、当時のドイツ空軍における最高撃墜数を記録した。これを称えて同日にドイツ全軍で3人目のダイヤモンド白洋剣付き騎士鉄十字章を授与された。 JG77 のあるパイロットは、ゴロープの空戦方法をこう表現している。ゴロープは、両機と共に、蹴る地から飛んだ。ロシアの編隊の真下を低空飛行して、そこからスパイラル上昇を始めた。敵の編隊の真下を慎重に保っていた。その編隊の一番下を飛んでいた2機が撃墜されても、ロシア人はその危機に、気づきもせず平和に飛んでいた。 二人はそのまま飛び去った。また、ある同僚の将校は、ゴロップについて公表している。物腰は洗練されており、出しゃばることもなく控えめに振る舞ってはいたが、同時に自分に格好たる自信があり、はっきりしたものの考え方をする人物だった1942年10月1日、大佐となったゴロップは、ガランドの指示により、英仏海峡戦線を担当していた第三。 方面戦闘機隊司令官に任命され、同月15日には中道ビルの第5方面戦闘機隊司令官に任じられた。これは、フランス北西部の全戦闘機部隊の戦術式に責任を負う要職であった。1943年秋、レーダーの実用性を認識したゴロップは、第2戦闘航空団の5機の FW192、ネプトゥン J 広報警戒用機場レーダーを、 装備する用毒断で命令し、世界初の全天候型戦闘機を誕生させている。その後1944年4月まで同職にあったが、ガランドからジェット機開発計画への助言が求められたことにより、1944年4月1日ゴロップは戦闘機体総監アドルフガランドの総監幕僚として私的なアドバイザーとなった。しかし、 彼は後にガーランドとは不安になった。11月にはアルデンヌ構成を仕掛けるため特別本部の指揮官に任命された。45年1月には戦闘機体司令たちによるゲーリング空軍総司令官の弾劾、いわゆる戦闘機体の反乱と呼ばれる事態が発生し、ガーランドが罷免されたことから、ゴロップが戦闘機体総監となった。 世界大戦を最初から最後まで戦い抜き、その中で示した撃墜戦果は彼が超一流の戦闘機パイロットであることを如実に示している。一方で熱心なナチス信奉者であり、また尊大な印象や異常なまでの競争心ゆえに当時の同僚からの評価は決して高くはない。ヨハネス・シュタインホフは二千年二月のワールド・ウォーにマガジンに初めて乗ったインタビューにおいてこう。 述べている。うーん、こういう話になったら、ゴロップのことばかりになってしまう。彼をリーダーとして向かった先のことごとくで損害が積み重なったよ。まるで先の対戦でのゲーリングのようだった。ゴロップは、部隊の超を能力で決めていたんじゃない。どれだけナチスに、忠誠心を持っているかで決めていた。そんな人間、ドイツ空軍には、ほとんどイヤしなかったのに降伏して、 捕虜となった後、釈放されたゴロップは、航空雑誌への寄稿や講義で生計を立てた。一方で、戦後も、極右勢力との縁は切れず、1948年には、オーストリア独立連合の代表となる。1951年からは、自動車やエンジンを作る会社で働き始めた。妻との間には二人の息子と一人の娘を設けた。1987年9月7日、 ニーダーザク選手ズーリンゲンで死去。プリーン JG77P1018 ありがとうございます。